水曜最初のコーナーはぶらりやんちゃ旅ということで、ピンチヒッターのおはぎが今日はご紹介したいと思います。隣に映ってますね、はい、ちょっと隅っこね、ほらほら映ってます、ほらここにいますね。あ、いるいる、はい、そんなちょっと圧を感じながら、はい、今回ですね、まあ、2月はスポーツランド宮崎にとりましてはもうキャンプ真っ盛りということで、うん、あそこに行ってまいりました。それでは早速ご覧いただきましょう、どうぞ。今日は、はい、宮崎の南バイパスを南へ向かっております、うん、なぜなら、はい、忘れ物をしたからですごめんなさい。でもさ、もうこうやって南バイパス走ってるからさ、うん、運動公園でやってるなんかキャンプとかちょっと見ていくですね。サッカーやってるよね、ちょうどね、うん、シーズンですからね、うん、どうやろうね、アポイントとか一切取っておりません、はい、締め出されるかもしれません、つまめ出されるかもあれもらいましょう、1位のサイン。やってまいりました、はい、そして私たちの手にはじゃん、サイン色紙です。あ、裏だった、ごめん、はい、もらえれば、うん、いやもう絶対ゲットして、もう取った暁には、うん、視聴者プレゼントいきますからね、楽しみにしてくださいね、はい、行きたいと思います、行きましょうか、頑張ります、はい、隠しとこう。サインいただいて、はい、帰ってスタジオでの方をいただきましたので、はい、じゃあプレゼントしましょうというのは NG ですねいやいや、全然大丈夫、例えば出待ちして普通なの、はい、観光客の皆さんとかと一緒に並んでいただく分には構わないですか、はい、そういう分には全く構わないです、はい、もちろんその手でも、はい、その分には全く大丈夫です、はい、それはプレゼントとしても使っても大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、もらいましたよ、はい、パス見てくださいこれ、あの近くに寄れない選手たちの表情とかもちょっと間近で見えますから ね、しかも今ちょっと戦術の練習をしているということで、今撮影禁止ということなので、うん、はい、OK が出たら、はい、行きますよ、はい、すごいなんかいいカメラを持って、どなたのファンなんですか、子供がサッカーしてて好きなので、ママですか、うわちょっと綺麗、いいの撮れました、ね、ちょっとすごい撮れました、今日は頑張って、いいですか、ちょっとカメラ見せていただいて、中身ですか、一枚なんかどれかおすすめの写真、今日の一枚、荷物持っときましょうか、これ持ってきます、これめっちゃ下手くそなんです、いやいや全然全然、なんか本当躍動感のある、あ、ちょっとこれいいですね、いいですよね、で、あのなんかサイン色紙とかもいや今お昼終わってからですよ ね、あそこですよ ね、私たちも行くんで、行くんで、はい、いいの撮りましょうね、はい、いいの撮りましょう、はい、練習風景撮影 OK 出ましたので、はい、もうすぐ速攻がピッチなんですよ、なんですっごいところに今立ってですね取材させていただいてます、ありがたい、このおかげ、いや真っ白だから私こっちだったすみません、いつもみたいにわーわー言えないんで、ちょっと向こう側に内田選手がいるんで、いるね、ここ行ってみます、邪魔ならないいいと、結構近くで見ましたね、いやですね、例えばさすがにですね、ここでやんちゃはやっぱ選手真剣ですから、そうです、なので私たちはプレスを外して普通の女の子に戻ります、女の子じゃない、普通のおばさんに帰れますで、最長おばさんに戻りたいと思います、なんとかゲットしましょう、はい、もうたくさん出町のファンの方が、どちらからお越しですか、熊本、はい、わ毎年来られてるんですか、そうですね、毎年、そうなんだ、子供ちゃん可愛い、やっぱりカラーは赤ですよね
ユニフォームを見せていただくことできますか。すごい、毎年ですね。ちょっと一番大好きな選手は内田選手です。今年来てらっしゃいますもんね。やっぱり お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。大きく。はい。リュウド頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。内田さん、おかえり。お願い。手を振ってくれたような気がする。気がする。目があったような気がする。これはアントラーズができた時にもう25年振ってるんです。すごい。ボロボロなんですけど。25年振ってるんですか。振ったらどれぐらいの見せていただいていいですか。振りましょうか。はい。うわー、すごい。触っても大丈夫ですか。自分で作ったんで。これ文字も全部。そうです。うわ、見てくださいこれ。うわ、いやでもおそらく J リーグ史上一番古い旗です。そうですね、25年ですね。わ、ありがとう。ちょっと感動した。ありがとうございます。ありがとうございます。やんちゃ旅と言いながら、はい、今回はなかなかやんちゃできないところに、ね、行きましたけども、ちょっと足りなかったんじゃないですか。いつもよりちょっとキャピキャピ感みたいなのは出てたような気がしますよ。わ、うん、かります。若い選手を目の前にして、うん、おばちゃん二人がちょっとテンション上がりましたけど、いやでもね、プレスのほらパスをもらって中に入ってたじゃないですか、うん、なんかあれ意味があったんですか。いや、やっぱり上からね、なんかもうおばさん二人がうろうろ迷い込んでうろうろしてるようにしか見えなかったんですけど、あれやっぱり行くときすごくドキドキしたんですよ、はい、もちろんノーアポなので、はい、入れてもらえるかなと思ったんですけど、うん、広報の方がちゃんと対応してくださって、はい、いいですよって、うん、取っちゃいけないところはありますけれども、はい、あとはどうぞっていう感じで心よく取材 OK してくださいました。これほら、はい、パス持ってるだけでテンション上がるんですよ。あ、私入れるんだっていうね。だってあの場所から見られないですからね。そうなんですよ。で、上の方のスタンドにはたくさんのファンの方がいらっしゃってるわけですよ、うん、はい、その中で私たちはパスを持って中に入って選手の近くで、はい、誰と思ってたでしょうね。みんなね、あの二人何って。しかもなんかただ歩いてるだけみたいな。いや普通ほらなんかこうね、そうそうそう、取材でこう書いたりとかなんかするじゃないですか、はいはいはい、普通だったら仕事で入ってたら、うん、ただ見てるだけっていう。そうだって、でもほら見て、内田選手、うん、はい、8シーズンぶりに復帰したんですよね、うん、はい、鹿島アントラーズに入ってきましたけれども、うん、昨年がなんか2位でしょ、はい、うん、なので今年はもう優勝狙えるんじゃないかと、はい、楽しみにしてるんですけれどもね、うん、まあ、そのね、内田選手もめちゃくちゃかっこいいんですよ ね、 やっぱそのなんか女性ファンから黄色い声がね、はい、上がってましたよね、はい、その中になんかおばさん2人の声もね、薬味子さんの可愛らしい声も入ってましたよ。そうそう、ちょっと作ってましたね、あれ絶対ね。
ちょっとでも振り返ってもらえるようにみたいな、ね、これ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 、あのパスもらってもなかなかだったので、とりあえず選手が帰る前にサインをもらおうということでサイン式持ってってましたからね、はい、あの久美子さんがお帰りとか、りあのいろいろ声かけてもらって、うんうん、選手にサインをいただきましたよ、はい、はい、しっかりと、はい、で、まあ、優しいんですよね、あの上田選手や土井選手がねサインをしてくれたりとか、うん、はい、見てください、ほら、ね、これ上田選手ですよね、うん、はい、やっぱサインもらうとなんかテンションとか上がりそうですね、上がる上がる、すごい見てる、ハギちゃん見てるよ、見てる、そうそうそう、これ土井選手でございます、うん、はい、はい、そうで、ま、その前にちょっとあの戻りますけれども、戻る、あのたくさんのファンがいたじゃないですか、美人ファンがいて、そうそうそう、あの独身かと思ったら、うん、なんと子供さんがいらっしゃるということで、うん、はい、子供用に写真を撮りたいって言って、うん、まあ、いい写真をねたくさん撮ってらっしゃったんですよ、ほらすごい躍動感のある写真をねいっぱい撮っていて、うん、で、あのこの方もサインが欲しいということで、うん、まあ、バス前のところに行ってサインをもらったんですけども、はい、他にも熊本から来たファンの方がいたり、ね、お母様連れの方がいらっしゃったそうなんですよ、ちょっと待って、お母さん美人とかそういうことしか言ってないんですけど子供も可愛いしお母さんもまあ美人だったっていう結構そっちの方ばっかり見てましたよね、いや違うんですよだって、サッカーの試合とか、うん、テレビ中継とか見たことあります、あります、どんなスポーツでも、うん、スタンドパーンって抜いた時に、うん、絶対可愛い子じゃないですかあれやっぱカメラマンの、まあ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 、そうですよ ね、やっぱその、選んでますよ絶対ね、ね、ね、選ぶっしょどうなのかな、ほらほらほらそうですもんだって、うん、まあ、でも今回サインをいただいたんですけれども、うんうんうん、内田選手、うん、やっぱりたくさんのファンの方が来てました、うん、ですけれどもちょうどね取材があったて、はい、で、うん、でバスを待たせていたので、うん、今回はサインはしていただけなかったんですけれどもね、うん、はい、あのバスがね行く前にその窓を開けて、うん、ありがとうって言って皆さんに挨拶はしてくださったんですよ、またそこでもファンはギュッて心を掴まれるんでしょうね、でまたファンと言ったら、うん、あの大きなフラッグ、わすごかったあれ、すごいでしょ、お手製って言ってましたこれ、これがもう J リーグで一番古い旗なんじゃないかと、25年、うん、J リーグが始まった当初から振っている旗ということで、すごい、もうこれ歴史を見てますからアントラーズの、うん、だってあんな大きな旗はあんなに力強く、うん、あれがスタンドで旗めいたら ねだから県外の方なのでそれを持ってね宮崎まで応援に来てくれてる人がいらっしゃるんですよね、もう本当に熱い思いをね選手の皆さんも受け止めていると思います、はい、はい、今回ですね先ほどもご紹介しましたサイン色紙をいただいてます、うん、こちらです、はい、鹿島アントラーズのレオシルバ選手、上田選手、土井選手の直筆サイン色紙、こちらを各1名の方にプレゼントいたします、選手の名前を記入して応募してくださいね、はい、詳しくはプレゼントコーナーでご紹介いたします、はい、次回はですね日南の旅をご紹介したいと思います、どうぞお楽しみに、以上ブラリアンチャ旅でした。 CM の後はテゲマクッキングです。